砂畑に入り日薄れ見渡す山の葉。この間ね、もうね、菜の花を食べたんですよ。春のね、食べ物じゃなかったでしたっけ、菜の花ってね。早いよね。まあ2月入ったばっかりですよ。私ね、あの恥ずかしいことに、めっちゃ恥ずかしい、もう恥をさらすんですけど、私ね、菜の花ってね、菜の花っていう植物がね、存在するのかなと思ってたんですよ。ところが違いましたね。アブラナ科の、花のに出てくる菜がなんか菜の花っていうらしいですよね。だから菜の花っていう決まったものはないと。うん、これ聞いてね、うわたがしうわみたいなね、思ってる人すんごいいっぱいいるんじゃないかなと。知らなかったわね。菜の花でね、思ったのが、まあ、全然関係ないけど、まあ、ナッパちっちゃい時とかね、特に私山育ちっていうのもありますから、やっぱ山菜とか菜とかね、やっぱタラの芽とかフキノトウとか、ほんとちっちゃい時はつくしも食べたんじゃないかな、確か。なんかよく出てきましたけど、あんま美味しくなかったですよね、ちっちゃい時はね。やっぱりもっと分かりやすいね、ハンバーグとかねカツとかね、そういうの食べたかったなと思うんですけどね。私田舎なんで、大根の時期に、ね、なると、大根の菜と、なんだ、油揚げか、ね、厚揚げの入ったなんか煮物とかね、ふきの時期になるとふきを炊いたものとかね、南京、南京の時期になると南京を炊いたものとかっていうのをね、よく季節ごとにすごい出て食べましたけど、好きじゃなかったな。でもね、今はね、一番美味しいわ。まあ当然肉は美味しいよ。肉とかも食べると美味しいけど、そんなたくさんいらなくて、普段ちょっとおつまみ程度に食べてね、こうちょっとお酒をちょっと一時的にね、たしなむっていうのはね、もう最近ほんと美味しくなってきてね。で、あの家庭菜園ってあるでしょ。で、まあ家庭で作ったりすると、まあ都会の方だと結構厳しいと思う、まあ、それでもね、畑を借りてやってるしちゃう方は多いと思うんですけど、大体60とか超えたぐらいから始めるんですか。で、うちの父親も若い時に、私が子供の時って、まあ父親がね、30代とかっていう時って、うちの亡くなったね、おばあちゃんとかが、まあ田舎なんでね、周りに畑がいっぱいあるわけですよ。と畑一生懸命やるのをね、ね、俺はね、年取っても絶対畑やらないと言っていた父親がですよ、もう今やもうね、作物取れたものは可愛くて仕方ないとね、一生懸命作ってはね、一生懸命育てて、いや、美味しい美味しいってやってるのを見るとね、ああ自分ももしかしたらそうなっていくのかなと。年を取っていくと、自分もね、若い時とか、例えば、旅行に行って観光地行ったとしても、まあ別に何も思わなかったけどね、今は年を取ると、その時代背景とか歴史とか、そういったものがすごい興味出てきて、そういうのを見てうーんって感心したりとかね、それを調べたりとかって思うようにやっぱなってきますよね。そのなんかね、道、旧街道にしても、ただの道なんだけど、そこがなんかこう道を見るのが楽しかったり、古い建物を見るのが楽しくなったりっていうのは当然ありますけど、同じように、こう自分もね、今までね、全くしたくないですよ。全くしたくないけど、気持ちはね、ちょっとわかるようになってきた。うん。やりたくないけど、その、どういう要素が楽しくてやってるんだろうなっていう気持ちがね、わかるようになってきたし、もしかしてあと十何年経ってね、60とか、65とか、ね。なってくると嬉しそうにね、畑でね、私に大根作ったりね、作ったり白菜作ったりっていう自分がもしかしているんじゃないかなっていうね、気もなんとなくね、まあそれは個人差あると思うんですけど、気持ちはなんかね、分かりるようになってきましたね。皆さんこんにちは、ガガノタカシです。すいません、前振りがねめっちゃ長くなっちゃいましたね。ご質問ですね。先日、
ミニッツがなぜすごいかという動画をね出させていただいたら、まあ案外というとね失礼ですけど、かなり反響が思ったより大きくてですね、あすごいやっぱ興味があるんだなっていうのも分かったのと一緒に、ご質問もね似たようなご質問も多くいただいてて、最初何を買えばいいですかっていうご質問をねいただくんですね。でまあね何を買えばいいかっていうご質問に関しては、実は一番欲しいやつを買った方がいいですよっていうお答えがもうファイナルアンサーになるわけなんですけど、そのご質問の中でも練習をするために買いたいんですと、RC カーの掃除が上手くなるために、うちの 中とかね狭いところでスペースで練習できるっていうのを聞いて、あくまで例えば10分の1の RC カーをやっていると、その練習のためにやりたいとかっていうお声も実はあって、そういう方が何を買えばいいのかっていう答えをしていきたいかなと思いますね。まあ言うてもね、私ほらね、未だにショックを引きずっている高野さんにねこうミニッツを負けてしまったというのはね、私も人生の相当なここ最近のね衝撃のまあ負けてしまったのは悔しくて、まあ、そんな私が語っていいのかとね思う分もあるんですが、まあ、先日出した動画でなんかもお話したんですけど、まあ、ミニッツによって私開花したっていう部分は本当にあるんです。でお話を聞いていたら、ね、今日本を代表するトップドライバーの松川直人君もミニッツやっていたと。ミニッツいろいろありますよね、まあ通常のリアクもあれば FF もあるし、あと四駆もあります、あとなんだミニッツバギーとかもありますよね、 MR、なんだっけエボシャーシですよね、プロポを別で買うエボシャーシっていうブラシレスのものとかいろいろあるんですが、私の意見ですねとしては練習をに特化するという意味でのミニッツをご購入であれば、ぜひねリアク のレディーセットでいいと思います。でそれで十分だと思いますし、それ以上のものはね必要ないかなと。ミニッツをね本気でやっていくってなるとまた別ですよ。まあ入りとしてはすごいいいですけど、まあそれとは別にあくまでね家庭でドライビングのトレーニングに特化したものっていうことであれば、ミニッツのレディーセットのリアクのもので、あとまあタイヤだけ、モーターも標準で十分なんで、タイヤだけまあフロント40度リア30度とか前後30度とかっていうものを買っていただければね、それで十分だと思います。でそれですとね、金額でいくと実売市場価格ですね、一番安いもので多分ね税込みでね1万2000円ぐらいとかで買えちゃうかもしれない、もしかするとね。で高いもので1万高いものって言っても、まあ市場価格定価が2万ぐらいなんで、まあ、1万8000円とか1万9000円ぐらい税込みでね買えるんじゃないかなと思うんですけど、これ実はねうちのレンタルラジコンでねあるんです。これね今ボディ乗ってないですね、ちょっとボディないさもしい話になりますけど、あくまでドライビングのトレーニングということでね、これね同じそのレディセットのリアクなんですけど、こっちが RR っていうのかな、 MR03 のリアモーターで、これミッドシップですね、これ MR っていうのかな、両方ともシャーシ一緒なんですけど、モーターの付け位置が違うんですね。個人的にはこっちの練習に特化するんならこのリアモーターの方をおすすめします。こっちのミッドの方がすごいレーシングライクな動きはするます、すごい動きもねピッピッピッと速くて、リアがカチッとくってスパッと曲がっていく速い動きにはなるんですけど、練習に特化する私の言うミニッツの練習っていうのは車をコーナー中に止めない練習に一番効果があると思ってるんですけど、それをやる分にはこっちのリアモーターの方が動きがマイルドで丸く曲がりやすいので、非常に練習になりやすいんじゃない、イメージを作りやすいんじゃないかなという意味でいいと思います。エボシャーシーとか、まあ、買える余裕があれば買ってもいいんですけど、家庭内とかちっちゃいスペースでやると、多分早すぎるんで
多分標準ノーマルモーターでもうすごい速いんで十分6畳間とか、ね、8畳間ぐらいでやる分には十分な速度出ますんで、特にいいんじゃないかなと。ノーマルのものでノーマルのプロポでノーマルのプロポでもね全然、よく走りますんで、それも別に変えなくていいと私はね思いますね。ご要望が実はあるので、いずれですね、まあ、近いうちにといっても今月は無理かな、遅くてもでも来月中には、で可能なら今月中には、ね、このミニッツでの私がどんな練習をしたかっていうのをちょっと動画でねご紹介したいなと思いますね。どんなイメージを持ってどんな走らせ方の練習を永遠と1日4時間やっていたかっていうのをご紹介したいなと思います。まあそれがね私答えとはちょっと思えないんですけど、まあこう走ったらダメだよって、こういうイメージで走るんだよってね、ハンドルはこんな感じで切るんだよみたいなものをね、まあちょっと先に言ってしまうと、ね、ハンドルをほとんどあんまり切らない練習をしていただきたいんですけど、まあそれは8の字動画の方、8の字とねこの適当な動画っていうのでねちょっとお見せしたいかなと思ってますので、またねそれはよかったらね待っていただければいいかなと、まあ今回のお話はね本当にあくまでドライビングトレーニングとしてだけのすごいちょっと、まあ、さもしい話というかね、もうホビーを楽しむ模型を楽しむっていうところはちょっと外れちゃうことにはなりますけど、まあ、一応ご要望があったのでね、ご紹介させていただきます。今度ねミニツレーサーもねほらあれねクローラーのねミニツ出るじゃないですかクローラーのミニツですよ、あれすごくないですか。ね、ジムニーとあれハイラックスだったかな、ね、あれがね本当によくできていて、あれの反響というかが私いろいろ見ますけど、オフロードやってるユーザーさん、オンロードやってるユーザーさん、あとドリフトをやってるユーザーさん、みんなね興味をすごい示してるんですよね。あんまお話もしてないけど、今ミニ四駆でねうち精力的に見えてる方にこんなあるんだよって言ったらね、すごいめっちゃ興味示すとしか思えないんですよね。でも当然私もねめっちゃ心躍るんですよね。あれはすごいなと思って、で今いろんな楽しみ方あってね、まあ、家の中でこう動かしてもいいし、リアリティを楽しむもよし、まあ、屋外でね私小学校の時にミニ四駆が流行ってたんですけど、私のミニ四駆っていうのはレーンを走るすごい速いやつじゃなくて、シティとかパジロがあったんだ。タイヤがこんな大きいやつで、ウィーンって走るやつなんですけど、あれをね、なんだろう、こう、ちょっとこう、物を置いたりとかね、外の土のところに行ってね、こう、岩を置いたりして、こう、ガンガンガンとこう、行く楽しみをやったもんですよ。それの操縦できるバージョンみたいなね、そんなワクワク感が私にはね、ありますね。いやー、あれね、ちょっとね、欲しい。あれ欲しいな。あれをいや京商さんのね目がつけどころがすごいなと思って、ね、よくぞ開発したなと。あれ結構流行るんじゃないですか。RC カーっていうホビーをまた浸透させるのにね、また一役買ってくれそうな、そんな匂いがしますよね。クローラーって結構実は根強くって、その集まりとかね、サークルじゃないかもしれないけど、そういう愛好家っていうのはねたくさん固まって、実はね全国各地かなり本格的にやってる方多いのでね、あれ流行るんじゃないですか。うちだったらどうやって、でもサーキットとしてやるんだどうだろうな。うち今外にねちょっと土がガッと積んであるところもあるんですけど、そこにこうロープでも張ってね、そここうわざわざっていうところをこう2台同時に走らせてこうちょっと競争させてみるとか、そんなのも楽しいかななんてね、まあ思いますし、ね、スケール感も高いしねまあとりあえずごめんなさい、めっちゃ話すれちゃった、本当ごめんなさいまあ、遅くても3月中、早ければ2月中にでも、この私がミニッツの屋内でどんな練習をしていたかっていう動画をね、出させていただきたいなと思います。はい、というところでね、今日のお話、もしよろしければね、高評価お願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。
平ボディないさもしい話になりますけど、あくまでドライビングのトレーニングということでね。これね、同じそのレディセットのリアクなんですけど、こっちが RR っていうのかな、 MR03 のリアモーターで、これミッドシップですね。これ MR っていうのかな、うん、両方ともシャーシ一緒なんですけど、モーターの付け位置が違うんですね。個人的にはこっちの練習に特化するんなら、このリアモーターの方をおすすめします。こっちのミッドの方がすごいレーシングライクな動きがする。